コスタス・マンディロアは、オーストラリアの俳優、メルボルン生まれ。本名は、コスタス・テオドソブーロスといい、ギリシャ系である。マンディロアという芸名は、母の旧姓、マンディラリスを縮めたものである。元サッカー選手で俳優に転身後、モブスターズ、青春の群像で、若きギャングのフランク・コステロ役を演じて、注目されるようになり、1995年の実写版、 北斗の剣の新役や、ダブルテイクの霊役など愛し合う男女を引き裂こうとする悪役のほか、正義のスパイなども演じている。日本では映画、総シリーズのマーク・ホフマン刑事役が有名。吹き替えのほとんどは、アニメ版、北斗の剣に出演している声優である。コスタス・マンディロア・バイオグラフィー。f i l m r e f e r e n c e c o m 2010年12月25日閲覧。NF 面倒さ、ウィズアムアイオン、ゼアーズノーフェンシングインコスタスマンディロア、アズヒーピックスヒズパーツ。ロサンゼルスタイムズ、トリビューンカンパニー。2010年12月25日、閲覧。ありがとうございます。